フラッサーはアメリカ海軍の駆逐艦、スミス級駆逐艦の4番艦。艦名はチャールズ・ウィリアムソン・フラッサー艦長にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。フラッサーは1909年7月20日にメイン州バスのバス鉄工所でジェネビー・ブ・バーデンによって浸水し、1909年10月28日に艦長 JP モートン少佐の指揮下収益した。 フラッサーは1909年12月17日に母校のサウスカロライナ州チャールストンに到着し、大西洋水雷艦隊に所属し、通常の作戦任務を開始した。艦隊は、その後幾度も改編され、フラッサーは1916年8月までカリブ海及びニューイングランド沖で巡航を行う。8月からはニューヨーク沖及びロングアイランドサウンドで、 中立パトロールを開始した。1917年初めに、ルイジアナ州ニューオーリンズで修理を受けた後、フラッサーは、東海岸での護衛任務を行い、1917年に1月30日に、チャールストンを、出港、2ヶ月に及ぶ護衛及び、偵察任務を、アゾレス諸島のポンタデルガダを拠点として開始した。その後は、フランスのブレスト沖でも、 同様の任務に従事し、1917年10月22日から1918年12月9日までイギリス海峡を横断しての活動を行った。フラッサーは1919 19年7月14日にペンシルベニア州フィラデルフィアで退役し、11月21日に売却された。ありがとうございます。